フィラエ神殿はエジプト南部アスワン近郊にあるヌビア遺跡。中心となるのがイシス女神を祀るイシス神殿である。現存する神殿はプトレマヨス朝時代に建設されその後ローマ時代に渡って増築が行われてきたものである。4世紀末にテオドシウス一世が帝国内のすべての古代神殿を閉鎖しようとしたとき、フィラエ神殿は抵抗を続け、 453年に条約が締結され、周辺地域の宗教的自由が保障され、条約は約100年間守られた。550年に東ローマ帝国のユスティニアヌス一世により、フィラエ神殿は閉鎖された。閉鎖後は4つのキリスト教会として再利用された。アスワンダムの建設により、半水没状態であったが、上流のアスワンハイダムの建設を機に、 ユネスコにより1980年、フィラエ島からアギルキア島に移築、保存されることとなった。現在は、アギルキア島をフィラエ島と呼んでいる。1979年に、ユネスコの世界遺産、アブシンベルからフィラエまでのヌビア一石群の一部として、登録されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。